はい、ポークウィンナーマニアユッキーの、今回食べるポークウィンナーは、こちらだ。じゃーん。特選パリパリポークウィンナーです。で、こちら会社がですね、どこだ？銀河フーズ株式会社。聞いたことない会社ですね。アルプスの岩塩、素材の美味しさを引き出す、マイルドな味わいの岩塩です。と書いてあって、粗挽きタイプと書いてあります。あと特には書いてないですね。値段が、これ地味に一番高いというね。値段がというか、ですね。容量が 75g。これが2袋入ってます。で、250円ぐらいだったんで、多分これが一番今まで買ったやつで、今回買ったやつで一番高かった、ね。ということで、早速、食べていきましょうか。いただきまーす。大きさはちょっとちっちゃいですね。まあ 75g なんで、まあそんなに大きいやつではない。ん？ん？なんだこれ。皮が熱い。あ。かなり皮がしっかりしてるな。なんかね、ゴム手袋みたい。うん。なんか、食うときにギュイっていうの、これ。皮が厚すぎるせいか。かなり、噛み応えはありますね。やけにあれだな、この皮厚いですね、ほんとに。うわっ。うん。味としては、そんなにしょっぱくないよね。うん。あれだ。うん。そんなに、胡椒が、効いてる系じゃない。うん。どちらかというと、こう、甘口タイプっていうか。あんまり、こう、胡椒っぽくない。スパイスはそんなに効いてるあれじゃないですね。ただやっぱり、すごい。なんかゴム手袋噛んでるような、非常に強いですね。噛み心地が。すごいな、これ。かなり噛み応えがある、ほんとに。ギュイギュイっていうの。ゴム手袋以外で、これ食べ物なのに、こんなギュイギュイっていうところ、なかなかないよ。うん。でですね、ググったところによると、銀河フーズ株式会社のホームページがありましたね。
ああ、でも、主に肉ですね。肉、ベーコンとか、ハムとか、を作ってる会社みたいですね。でもなんでこんなに高いんだろう。普通にさ、シャウエッセンとかのさ、あのやつの方がむしろ安いっていうね。グラム単価あたり、こっちが一番高かったからね。これが一番高かった。無駄に。あの、三流メーカーの癖して、なんか、無駄に高いっていうわけのわからない。価格設定。ジャス特急企画のパリッとした食感で味わい豊かな本格派粗挽きタイプのウインナーです。ヤッホーです。まあ普通です、ね。はい、これは、本当に、なんていうかな、パンの上で食べるとか、なんだ、フランクフルトじゃなくて、なんだっけ。なんつったっけ、あれ。なんだっけ。フランクフルトじゃなくて、あれのパンのさ、パンに挟めて食うやつにした方が絶対これ美味しいよ。これ、噛み応えがすごい強いから。こう、パリって食う。本当にパリってなる。ぎゅうぎゅうすら言うからね。すごい強い。だから、普通に食うよかは、絶対パンとかで挟んで、食った方が絶対美味しい。これ間違いない。ただ若干この食うときに口の中でギュウギュウ言うんですよ。ものすごい言うんで、それがまあ若干あれかな。で、味わいとしても結構そんな甘口タイプなんで、辛口じゃないんで、そこもちょっと、って感じかね。まあ、不遇な立場ですね。しかも高いっていう。値段が。シャウエッセンより小生意気にシャウエッセンよりか高いって。お前何様だよって。しかもシャウエッセンってあれ、実はあれ、高いっていう風に見られがちだけど、あれ 125g 入ってるんですよ。シャウエッセン。これ 75g しか入ってないんですけど。シャウエッセンって、125g 入ってるんですよ。で、それが肉袋だから 250g 入ってるんですよ。だから、普通のやつよりか 1.5 倍ぐらい入ってるから、値段的に考えると大して高くもないんだよね、実は。しかも売れ筋だから、結構特売価格とかになってたりするんですよ。だから結構ね、シャウエッセンはね、ガチでね、うめえくせにね、結構安く買えるっていう。まあ、これは、三つ星です。ご視聴ありがとうございました。